一緒に頑張ろうね。それは残像だよ。どうして私意外と簡単です。もうちょっと待って。これよ、オペレーションジハードを開始する。3ターンかかりますよ。強くなった気がし、残機もレベル歌に、また私なんで、体の内から溢れるこの力は痛い。いいもの見っけ。3ターンかかりますよ。ぼんやりした人だね。待ってました。私の番だな、行け。レベルアップだ。ピョイーン。安心しろ、一瞬で決めてやる。どうして私が、プネプネして、私の番、これも定めだ。やった、強がっつきだ。体の内から溢れるこの力は痛い。どうして私が、勝てて当然。もっともっと強くなるよ。皆さん、今がチャンスです。待ってました。私の場、私の場、これもレベザレベレの体の内から溢れるこの力は痛い。私の番ですね。ついてない。やりました。プネプネしてよ。さて、行け。3ターンかかりますよ。勝てて当然。レベルアップ。
かけするのって楽しいよね。これでこの仕事はおしまいね。お疲れ様。お疲れ様でした。毎度思うんだけど、これって女神の仕事っぽくないよね。コツコツ依頼を受けてシェアを稼ぐなんて。そう、まあクエストなんかは一般人でも小遣い稼ぎにやってる人もいるくらいだしね。私他のお仕事のやり方とかよくわからないから。まあ仕方ないんじゃないの。まだ女神になって日も浅いんだし。えへへ、ノワールちゃん優しい。だからってそろそろシャキッとしてもらわないと国の人たちも迷惑でしょうけどね。やっぱり厳しい。ちょっといい？ん？何よ。女神ってそのなるものなの？生まれつきとかじゃなくて？はあ、当たり前でしょ。はあ、本当なら私が女神になるはずだったのに。見てなさいよね、私もすぐに女神になってプラネティウヌなんて足元にも及ばない国を作ってみせるんだから。うーん、頑張ってねノワールちゃん。そこは負けないわよくらいのこと言いなさいよね。張り合いがないんだから。そういえば今日はあいついなかったわよね。見かけなかったけど。お買い物に行くって言ってたよ。待って待って、自然に会話を再開しないで。だって女神だよ。女神なんでしょ。そんな簡単になれたりしたらいろいろあれなんじゃないかな。簡単になれるわけじゃないわよ。というか何なのよ、こんな当たり前の常識に食いついてきて。私の知ってる常識と違うし、私とかネプギアとか他のみんなも生まれた時から女神だったし。生まれた時から？すごーい。だからいちいち信じるんじゃないの。はあ、なんだかな、私まるで全然違う世界に来ちゃった気分だよ。でもちょっと興味あるかな。ねえねえ、女神ってどうやってなるの？なったらなんかいいことあるの？本当に知らないの？そこまで無知だとかわいそうになってくるわね。仕方ないわ、面倒くさいけど説明してあげる。ありがとう。その言われ方には思うとこがないでもないけど、よろしく。まず女神になるためにはメモリーコアから生み出される女神メモリーってアイテムが必要なの。ほー、クラスチェンジアイテムってやつだね。ちょっとベタな名前だけど、それってやっぱりレアアイテムなの？レアなんてものじゃないわ、激レアよ。メモリーコアは世界に数箇所しか存在しない上、女神メモリーが生み出されるのは数百年に一度だけだって言われてるんだから。数百年？何そのありえないサイポップ時間？数百年仕事もせずに張り込み可能な完全廃人様御用達アイテムじゃん！女神メモリーが生み出される間隔はランダム性があるから、確実に数百年待つわけじゃないらしいけどね。もちろん確実に手に入れたいなら張り込みでも何でもするしかないけど、そんなに競争率の高いものでもないし。でねでね、ここの近くにも一個だけメモリーコアがあるんだよ。じゃあそこでできたアイテムをブルルンはゲットしたの？すごいね、血で血を洗う争奪戦とかだったんじゃないの？起きないわよ、争奪戦なんて。あれを欲しがる人なんてそうそういないんだから。私はピクニックに行った時に偶然拾ったんだよ。え、そんな簡単に？よくわからない、その辺もうちょっと詳しく。あの日はすっごくお天気が良くて、私は川の近くでお弁当開いてて。やめてやめて、あの日のことは思い出したくないのよ。プルルートが初めて変身しちゃった、あの日の恐怖は。恐怖？ああ、なんでもないわ。話を戻すわね。女神になるためには
確かにそのアイテムが必要なんだけど、それがあれば誰でも女神になれるってわけではないの。女神になれるのは生まれつきの素質を持った人間だけで、もし資質のない人間がそのアイテムを使った時は、使った時は、古い言い伝えでは世にも醜い化け物の姿になると言われているわ。何それ怖い。ってことは何？アイテムはめったに手に入らないし、手に入っても失敗したら化け物になるってこと？すっごいリスキーじゃん。プルルン、よく女神になろうなんて思ったね。なろうとは全然思ってなかったんだけど、拾った後、うっかりおにぎりと間違えて口に。だから思い出させないでってば。まあ確かにリスキーだけど、それなりの見返りというかメリットだってあるわよ。まず一つは、女神になれば国を作ることができるってことね。ん？ってことは、ここでは女神が国を作るの？国があるから女神が生まれるんじゃなくて？あー、それ知ってる。鶏が先か卵が先かってお話だよね。あー、そんな感じそんな感じ。あれ、でもそれだとどっちが先でも結局同じ？哲学的な話してるとこ悪いんだけど、先を続けるわよ。二つ目は、女神になれば人間離れした強い力を得られるわ。そして女神はその力で人々を助けたり導くことができる。そうして人々から信仰が得られれば、さらに力が増していく。ああ、その辺は私の知ってる女神と一緒だ。少し話がそれるけど、この大陸はずっと長い間女神は一人、国が一つしかない状態が続いていたの。そこを信仰する人には加護が与えられるけど、考え方や趣味の問題でどうしてもその女神は信仰できないって人も大勢いて、そういった人たちはその国の外で苦しい生活環境に身を置いてるのよ。だから私はそんな人たちのために女神になって新しい国を作ろうと思っているの。おお、さすがノワールらしい優等生発言だね。ノワールちゃんかっこいい。それなのに女神になろうなんてけほども思ってなかったプルルートに先を越されて。うわ、それはもう何回も謝ったよ。なるほどね。ありがとう、大体のことは分かったよ。まあそういうことなら私は別に女神になれなくてもいいかな。変身できないのはちょっとわずかに不便だけど、そんなに困るわけじゃないし、何より女神になったらまた仕事しなきゃいけないもんね。無理やり働かされるのはもう勘弁だし。私も早く女神にならないと大変だわ。プルルートがその姿なのに私だけおばあちゃんになったりしたら悪夢だもん。大丈夫だよ、ノワールちゃんならおばあちゃんになっても可愛いと思うし。おばあちゃんのノワール、それは見てみたいかも。でも可愛くはないんじゃないかな。きっとケバいドレスとか着ちゃって若い子に説教しまくるおばあちゃんになるような気が。あ、ちょっと待った。ああ、何よ急に。ノワールおばあちゃんになるの？っていうか年取るの？なんでなんで？なんでって取るに決まってるじゃない。あなた私を何だと思ってるのよ。でもプルルンはその姿のまんまだって。私は女神だからこのまんま。つまりここでは女神にならないとどんどん年取って老けていくって理解でよかですか？喋り方はおかしいけど言ってる内容は合ってるわね。ネプちゃん、地方のお生まれなの？そんなやだやだ困る。私このままの姿がいいよ。そりゃさ、ちょっとバカしセクシーボンキュッポーンな私もありかなって思うこともあるけど、それは変身すれば済むわけで、それに豊島扱いは一人いれば十分だよね。二人もそう思うよね。知らないわよ、そんないきなり意味のわからないことまくし立てられても。
決めた。私も女神になる。全国2億4千万のネプテューヌ信者のためにも、私はこの姿のまんまでいないとダメだもんね。おお、ネプちゃんも女神になるんだ。そんな簡単になれるなら私もとっくに女神になってるわよ。まったく、人がどれだけ苦労してると。というわけね、そのアイテム見つけても私が先だからね。ノワールは私の後。はあ、何堂々とふざけたこと言ってるのよ。いいの、こういうのは主人公優先でしょ。どうせノワールなんて女神になっても人気出ないよ。だから私が先なの。少なくともあなたよりは人気出るわよ。ダメよ、絶対譲らないからね。えへへ、3人で女神になれるといいね。